八森海岸の夕暮れ。この路線、リゾート白上社中より、八方町は秋田県北西部に位置し、山本郡に属する町。面積の8割が山間部で、農地は全面積の1割程度で、その多くが峰浜地区にある。白上市構想が白紙撤回後、山本郡八森町、峰浜村は二町村での合併を表明し、 新たな合併協議会を設置した。新町の名称候補として、南白上町、秋田白上町なども上がった。白上山地の南の観光拠点となっており、白上の名を使用しても問題ないが、青森県の NPO などの反発もあり、合成地名となった。町内に峰が八つあるというわけではない。峰浜町舎の消失に伴い、旧町村境付近に新たな 町役場本庁舎を建設し、2009年9月24日より、新庁舎が稼働され、業務集約した。それまでの従前の峰浜庁舎の機能は、暫定的に、峰、坂江間と花輪川出張所に分散し、一部は、八森庁舎に集約されていたが、新庁舎稼働に伴い、それまでの本庁舎扱いであった八森庁舎を含め、分散された拠点が全て廃止された。 近年は、アワビの里づくりによる振興を目指し、白神アワビの養殖が行われている。八森駅峰浜地区の中心駅は、沢目駅、八森地区の中心駅は、八森駅だが、現在の町役場から、近隣の駅は、東八森駅となる。国道101号線このほか、国道101号に面した、標高208メートルのぬか森山では、 お盆と正月を挟んだそれぞれ1ヶ月程度、八方町の八の字のライトアップが行われる。滝の魔海岸近年は、グリーンツーリズム、ブルーツーリズムによる農業、漁業体験型の観光振興を目指しており、収納体験、空打ち体験のほか、八森本館地区の夕えの館、八森岩立地区の浅利な館で、それぞれ宿泊が可能。ありがとうございます。